疲れ様です。井上です。ウィングネオインフィニティ CAD を用いた製図、前回は少しだけ被覆のコマンドの新しい使い方をして、ついでに少しスナップメニューの説明もさせていただきました。外周となる図形を先に作図して、一部は線の区切りのない状態で内部の被覆だけをつけてしまう際の方法として、外周線と白抜き処理のチェックボックスから共にチェックを外すというのは覚えておくと便利です。今回は残りの擁壁部分の作図をしたいと思います。今回は残りのこの擁壁の部分、順番にこのブロック塀の角から始まって94番、109番、108番、107番、106番、105番で曲がって143番、142番、141番、140番、129番、128番、134番、135番と続く擁壁の裾の部分を作図したいと思います。作図画面に戻って、スナップメニューがプロットマークスナップになっていることを確認したら、連続線コマンドで先ほど読み上げた通り94番、109番、108番、107番、106番、105番で曲がって143番、142番、141番、140番、129番、128番、134番、135番と結線していきます。右クリックで操作を完了。プロットマークと点名のレイヤーを一旦非表示にして、まず1点目、この線がブロック塀の中を通っています。また下図を見てみると、この129番、134番、135番を結んでいる線は曲線のように見えます。そこで今回は擁壁の最後の部分、ブロック塀と重なっている部分をちょっと特殊な作図方法で作図することにします。まずは円弧、支点終点弧上の一点のコマンドを使います。128番と135番と134番を結ぶ曲線をこのコマンドで作図して、フィットのコマンドでブロック塀まで切り縮めることにします。フィットのコマンドを終了したら、レイヤー表示をもう一度戻して、先ほど作図した曲線と同じものをもう一度作図します。プロットマークと点名のレイヤーをもう一度非表示にして、もう一度フィットのコマンド、今度はブロック塀の反対側を削除して、これでつながった曲線の一角にブロック塀があるような形が作図できました。連続線のコマンドでブロック塀の角と線の始まりを結線したら、レイヤー表示とスナップメニューを元に戻して本日の操作は終了です。本日もお付き合いいただきありがとうございました。